一撃必殺の拳を武器にボクシング界の中心へと突き進むニューヒーロー、ノニト・ドネア。類稀なボクシングスキルでフライ級王者時代には16度の防衛を果たしたオマール・ナルバエス。今夜軽量級を牽引する2人の王者がついに激突。快進撃を続けるフィリピンの閃光がさらなる輝きを放つのか、それとも3階級制覇を狙う南米の古豪が意地を見せるのか。軽量級注目の一戦、まもなくゴング。世界のボクシングをお送りしていますワウワウエキサイトマッチです。さあ今日はですね、軽量級のスター選手、 WBC、WBO 世界バンタム級チャンピオン、あの選手です、はい、ノニト・ドネアの防衛戦、これをお楽しみいただきたいと思います。まあ、中心にお送りするという形なんですが、さあ中島さん、そのカードをご案内してください。はい、こちらご覧ください。そしてメインカードです。あのフェルナンド・モンティエルを衝撃的な2回 TKO に下した WBC、WBO 世界バンタム級チャンピオンノニト・ドネアが無敗の2階級制覇チャンピオンオマール・ナルバエスを相手に初防衛戦を行います。この試合に勝って西岡俊明に挑戦したいというドネア、どんな試合を見せてくれるんでしょうか。以上、世界戦3試合を含む軽量級4試合をお送りいたします。はい、そして解説はいつものように城小泉さん、浜田剛さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、勢いいいところが揃っておりますけれども、はい、なんといってもやっぱりまあね、モンテルと2月に戦って壮絶な試合をしたドネアの話です。城さん、2月すごかったですね、モンテル戦。そうですね、だから勝ちっぷりっていうのが本当に衝撃的だったですね。ちょっと軽量級のノックアウトじゃないですよね。だからワンパンチでですね、フィニッシュブローがずっとその脳裏に残るって言いますかね、はい、いやすごい本当フィニッシュだったですよ何度見てもね。今回はこの2月の試合以来なんですよね。そうなんです。やはり軽量級のドル箱スターなんでですね、はい、そのトップランク者とプロモート契約あるのに、そのゴールデンボーイプロモーションと二重契約になったんです。それでちょっとトラブルがありましたね。その5月の試合が飛びましたね。だからちょっとブランク空きましたけど、まあだけど軽いクラスの中で非常に注目を浴びている選手の一人ですね。はい、まあ人気者ですから、いろいろねちょっとしたことなんでしょうけどあるんですよね。ただ今日は見れるということで本当に楽しみですが、さあ浜さん、はい、挑戦者の方、ナルバエス、これは無敗で2階級制覇チャンピオン、そうですね、いい選手です。まあこの選手は誰とやっても崩れないんですね。もう自分のボクシングを最後の最後まで貫く選手、まあ相手が打ってこようが相手が下がろうがそんなに派手さはないわけですけど、崩さないで、ボクシングをすると、まあ、この選手崩すのは大変なことですよ。まあただこの選手が攻撃に来た場合はチャンスもあればピンチもあるでしょうね。そうですか、確かドネはですね、この試合を最後にまあスーパーバンタム級に上がって西岡選手とやりたいというようなこともね、そうですね、10月になんか言ってたような、まあ、この間西岡マルケスの時にはリングサイドに来てましたからね、そうとやっぱりスーパーバンタムでの試合を意識してますよね。もう本当にそういうみんなが望む方向に行くならば、とってももうね、日本のボクシングは大喜びという展開なんですね。どうなりますかね。さあ続いては今日のメインカードです。 WBC、WBO 世界バンタム級チャンピオンノニト・ドネア、そして挑戦者オマール・ナルバエスのプロフィールからご紹介します。まずは WBC、WBO 世界バンタム級チャンピオンノニト・ドネアです。ジョーさん、お願いします。まあ、この選手は日本でも人気急上昇ですね。そして世界的評価も急上昇。で、今年ですね、フェルナンド・モンティエル挑戦してですね、衝撃的な2ラウンド TKO 勝ちしましたね。で、この選手はもう3階級制覇ですね。で、これまで27戦してですね、1敗しかしてない。で、将来的にはですね、西岡選手への、その挑戦を表明していると。まあ、注目のハードパンチャーです。はい。対するは WBO 世界スーパーフライ級チャンピオンのオマール・ナルバエスです。
こちらが2階級制覇ですね。 WBO のフライ級タイトル16度防衛して、そしてスーパーフライ級が上がってですね、このタイトルも3度防衛して、これまで37戦して負けがないんですね。でアトランタオリンピック、シドニーオリンピックのアルゼンチン代表でもある技巧派でですね、サウスポーで非常に回転の速い連打と硬いボール、それを持ってますね。はい、はい、どんな展開となるんでしょうか。まあ、ジョーさんもおっしゃってましたけど、この4年ほどですかね、ドネアすごいもう目覚ましい活躍を見せているんですが、その KO シーンがものすごいんです、試合の前にですね、その辺をちょっと簡単にでありますが、即席振り返ってみたいと思います。まあ、今やフィリピンにおいてはパッキャオに次ぐぐらいの人気であります。さあ、この最近の活躍ぶり、まずはビッグダルチニャン、まあ浜さん、はい、まずこの辺りからびっくり指導士ですよね。私は初めて、この選手を見たのがこの試合なんですけどね、このダルチニャンをあの左一発で吹っ飛ばすわけですから、フィリピンにこんな強いのがいたのかってびっくりしましたね。そしてその後の快進撃というか予想通りだったんですね。2007年7月7日から快進撃、まあ、この映像でいうとそういう感じになるんですが、今左アッパーですけど、左アッパー左フックは抜群に強いですね、はい、これですこれです、左右にね、うわ、その揺さぶりながらね倒す、このステップワーク鮮やかですね。まあ、さっきもちょっと遊んでる状態なんですよね。これシドレンコ戦ですよ。シドレンコをこう打ち倒したったらすごいですね。狙い撃ちですよね、もう。うまあ、そして極めつけが、このシドレンコを打ち倒してからのモンティエル戦なんですが、これです。改めて、まあ、モンティエルが今右出して左を返そうと思ったんですね。そのところを読んでいるわけですか。相手が考えている先を読むということでもやっぱり抜群の選手ですよね、はい。まあ、3階級制覇チャンピオンドネアに対してナルバエスはこの試合で3階級がかかっているという試合なんですが、ジョーさん、このナルバエス改めてやっぱり実力者といった方がいい選手ですよね。だからアルゼンチンが生んだね、そのパスカル・ペレスとかですね、いろんなその優れた選手出ましたけれどもね、このナルバエスっていうのもね、その軽いクラスではアルゼンチンでやはりその歴史に残る名選手ですよね。はい、浜さん、はい、この試合の見どころというとどういうところになってますか。今現在この2人の映像を見るとドネアが勝つんじゃないかという雰囲気のやり方ですよね。そうただですね、このナルバエルスは崩れないんですよ。この選手を崩したらやっぱり脱走ですよね。ドネア、まあ、皆さんが思っている通り快進撃続くんでしょうか、それともナルバエスが待ったをかけるんでしょうか。ではノニトドネア対オマール・ナルバエスの WBC、WBO 世界バンタム級のタイトルマッチ12回戦ご覧ください。十分この表情から伺い取ることができます。オマール・ナルバエス、年齢は36歳になりました。ベテランの域、まあ、キャリアもこれが38戦目、35勝無敗です。にわけ浜田さん、やっぱり無敗というのがこの人のその実力を裏付けておりますよね。負けないんですね、この選手は。まあ、ですから誰がやっても崩しきれてなかったわけですよね。まあ、この選手もう少し攻めたらノックアウト率はもっともっと増えると思いますよ。でしょうね。フライ級では16度、スーパーフライでも3度の防衛に成功しているオマール・ナルバエス。そして今やもう絶大なる人気を誇りますノニト・ドネアです。今現在28歳、 WBC、WBO 世界バンタム級のチャンピオンです。3階級制覇成し遂げています。フライ級、そしてその上スーパーフライ級、さらにもう一つ今現在がバンタム、27歳にして26勝 18KO1 敗です。
この1敗というのはプロのキャリアも浅い時、2戦目に5ラウンド判定負けというのがありました。Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Madison Square Garden, New York City, New York, USA, where tonight Bob Arum's top rank is proud to present HBO Boxing After Dark. This is the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the Bantamweight Championship of the World. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing red, officially weighing in at 117 pounds. His record totals 35 victories, including 19 knockouts with two draws. He's the reigning, undefeated junior bantamweight world champion, Omar El Hurricane Narvaez. 3階級制覇を目指します。オマール・ナルバエス。And fighting out of the red corner, wearing black, official weight, 英語で言うハリケーン。まあ、暴風ですかね。それだけその手数が多いんですよね。26 victories, including 18 knockouts, with only one defeat from General Santos City, Philippines. The Filipino Flash, Nonito. こちらはフィリピンのフラッシュ、フィリピンの先行です。はい。ノニト・ドネア、前回のモンティエル戦で、獲得しました、このベルトの初防衛であります。2つのベルト、 WBC と WBO。 さあ浜さん、はい、注目の一戦はどこにポイントを、まあ、やっぱり、ドネアはスタートから攻めるでしょう。ただナルバエスは後半勝負いくでしょう。おー、ナルバエスは後半ですね。3階級目ですから、ドネアもですね、ずっと追いかけているエキサイトマッチ、見てる方は分かっていると思いますけども、体はやっぱり大きくなってきてますね、当然だからね、がっちりとしてきました。パンチ力ありそうな体型ではありますよ。かといって筋肉もりもりという形には作ってないんですね。難しいところで筋肉もりもりになるとまた動けない、体が硬くなるというのはありますよね。割とこう打たれ弱くなったりするんだという話もありますし、スピードが大事なんですね。非常に、見た感じはそのノニト・ドネアナチュラルにボディラインが見えます。さあ試合が始まりました。黒のトランクスが注目、ドネア、そして赤のトランクス、3階級制覇を目指していますナルバエス、無敗です。やっぱり体の大きさは違う感じですね、はい、手元の数字で10センチの開きがあるんですよ、数字の上で10センチなんですが、ドネアが170センチ。まあ、やっぱり左側のナルバエス下から上がってきて、ちょっとやっぱりドネアと比べると小さい感じしますね。そうですね。マジソンスクエアガーデン、どういう展開この後この両選手が作り出していきますか。ナルバエスが、ね、2000年のシドニーオリンピックのフライ級、そのオリンピック大会で2回戦で敗れた相手がシドレンコ。はあ、そのシドレンコにドネア勝ってるわけですもんね。プロではね。プロではね。まあ、この辺りの選手というのはそうですね、オリンピックからもどんどん入ってきていますので、そういう過去こういう絡みがあったとか三角関係とか、その選手の上での三角関係ですけども、そういう話が随所に出てきます。おう、今左打ちましたけど、ドネアは左フック左アッパー、はい、それで決めたいところですよね。おう、これはちょっと届かなかったか。おう、左。ナルバエスもこうカウンターとか非常にこう隙を突くのが上手い選手ですから、そしてもう一つはですね、はい、ナルバエスは隙を作らない選手なんですね。なるほど、なるほど。自分に隙なし、相手の隙を見つけて攻撃、その辺が好きなわけですよね。まあ、そういうところでですね、このナルバエスは崩れないんですね、ここでもっと行けば倒せるのにと思っても、行った場合には隙があると思えば、隙が自分にできると思ったらいけないですね。はい、ちょっと打てないですね。あれを自在に打ってくるんですね。2002年に初めてのナルバエスタイトルを取りました。それを16度、同じタイトルなかなか16度は防衛はできません。
16度防衛っていうのは、ね、そのフライ級ではね、ポンサクレックの17度に次ぐ記録ですね、はい、ミゲルカント14度だったんですけどね、まあ、数だけでは比較できませんけど ね、まあ、あの挑戦者の、まあ、そのどうですか、資質、力量、技量っていうのによりますけどね。まあ、でもその後スーパーフライも取りまして、それも3度防衛に成功している現在です。これジョーさん、アウト。今更ながらナルバエスはあの、現在のスーパーフライのベルトは保持したままこれタイトル挑戦と考えていいですか。そうなんですね、はい、おっと、空振り。隙を見てナルバエスも飛び込んできます。おーおー、首を抱え込む格好で最後はゴングを聞きました。これは目が離せない展開になっていきそうです。お二方にこれポイントを伺っていきますので、まずジョーさんから教えてください。ドネアの10対9ですね、ドネア10対9です。2人ともドネアです。オマール・ナルバエス、ウラカン、ハリケーンというニックネーム。あ、中セコンドをしているのがですね、ロバート・ガルシアですね、まあ、ロベルト・ガルシアと言ってましたけれど、はい、先ほど出たミゲル・ガルシアの兄さんですね、はい、元 IBF の、 そのスーパーフェザー級チャンピオン。今日は放送の4つのカード、いろんな意味でこうつながりがあります。本当に、まあ、総じて言えるのが息のいいネタだよお兄さんという感じで、どれを持っても本当に新鮮、そして勢い、さらにはキレ、いろんなものを感じさせてくれる若者たちであります、まあ、左のナルバエス、右のカード、ずいぶん高いわけですよ、はい、まあ、普段からこうやって高く構える選手ではあるんですけど、今日のドネアは左フックが得意なんでですね、はい、そういうところでより強くまた右のガードを意識してるでしょうね、はい、ナルバエスの右のグローブ、確かになんかいつもよりより高く上がってます。そんな感じです。これ予想してますよ ね、しっかりと防いでますね。さあ、それをドネアはどう崩すんでしょうか。崩すのは難しいんですけど。あ、そうですか、うん、今のところですね、ガードの上をガンガン打ってますよね、それだけ打って今度は打って、ガード開けるというよりもガードを越えそうということでしょうね、はい、ナルバエスのいいところはですね、右のガードはこうやって高く上げながらもまた右のまっすぐは打つんですね、はい、この2人確かにあの10センチぐらいは開きがありそうです、ドネア170センチ、ゾウさんはおー入ってきました。ラスベガスでこのドネアと並んでお話ししてましたけども、ちょっとゾウさんよりも高いという感じ受けましたもんね、赤から見てても、まあね、このドネアの場合ね、そのリーチの生かし方がうまいですよね、こう戦う上で。おどういう場合、血が伸びるんですよね、うん、確かに伸びますね。で、左フックもね、ショートの左フックを受けてロングの左フックも打てるんですね。あ、確かにナルバエス、このドネアの攻撃をうまく防ぎます。防いで、そして防いでるだけじゃなくて打ちますよね。防いでからの攻撃のそのタイミングが早いですね、そのつなぎがね、この選手は本当に自分のボクシングを知ってますよね、この辺りからの見せる反撃は非常に素早いものを見せます。まあ、今左ボディにパンチ打ちましたけど、あれを続けた方がいいでしょうね、ドネアは。あ、というのはガードの上を左フックで崩すのは結構ナルバエスは難しいはずですからね、ボディ打って右のガードが下がるかどうかですよね。このドネアのパンチ力、回転力でもこのガードはなかなか難しいですか。このガードはですね、作戦連覇の選手ですからね、まあ、無敗これで勝ってきたというのも、これで誰も崩せなくて負けなかった選手ですからね、まあ、絶対自分を負けさせないガード、自らをしっかりと守ってくれます。はい、じゃあ浜さんお願いします。ドネア10対9です、はい、ドネアの10対9ですね。ここはマディソンスクエアガーデンでもあの大きな会場ではございませんで、ワームシアター、隣接するシアターであります、まあ、シアターという名の会場です。マディソンスクエアガーデンで、ね、フィリピンの選手が、ね、戦ったことがあるんですよ。それは元世界ジュニアライト級チャンピオン、まあ、今でいうスーパーフェザー級チャンピオン、フラッシュエロールデが
その浜田さんの先輩の小坂照夫さんとそのフィリピンで防衛戦したその次の試合ノンタイトル戦でやったんですけど、それはフランキー・ナルバイスって同じナルバイスなんです、プエルトリコの選手。これはねマディソン・スクエア・ガーデン の、 その歴史に残る暴動が起きたんです。暴動ですか。2対1で、ね、エロリで勝ったんですけれど、プエルトリコ系のお客さんが騒いで椅子は投げる。でマディソン・スクエア・ガーデンのねその表はねちょうどそのビルディングその壊してたわけですよ、はいはい、そのブロックを、ね、投げつけてもう大騒ぎになったことなんです。そんな騒ぎだったんですか。それがもう1965年ですね、1965年。皆さん、ボクシング史ちょっと紐解いてみましょう。さあ3ラウンド目入りました。だからエロルデっていう選手はやはりそのアメリカでそのどういうんですか転戦してですね自分の実力を披露しましたからね。すごい。パッチャオとかドネアのパイオニア先駆けですかね、先駆者だったわけですよ。確かにそうですね。まあ、今現在ではその現在、まあ、ここ最近ではやっぱりパッチャオがそういう開拓者パイオニアと言われていますけども、まあ、なんといっても功績は大であります。そしてドネアがそれに続いています。ドネアが攻めに行って左で行こうとするとナルバイスのいいところは、まあ、確実に守ってブロックするんですけど返しますから ね、 ねちょっとドネアのおでこのあたり赤くなってるんですよね顔がね。おー当たりません。うまくナルバイスは下がります。まあドネア焦らないことですよ、あんだけ踏み込んで飛び込みながら打ってるんですけど見事にナルバイス下がってきます。裏カンコールですねこれ。ジョーさん、そうですね、アルゼンチンの観客ですね。裏観客のハリケーン、ハリケーンって言っていただくんですよ、ここはニューヨークです。マディソンスクエアガーデンでフィリピンの選手とアルゼンチンの選手が戦っております。おお、後ろ若丸的なこう飛び込みを見せます。まあドネアもいろいろこういろんな手で相手のこのディフェンスを明かそうとしています。今サウスポーになりましたね。あ、そうですね。ドネアがスイッチできるんですよね、はい、スイッチできるというか頻繁に見せる試合もあります。メインはねあくまでやっぱり右なんです。オーソドックスなんですけどね。そうですか。時々サウスポーで戦った時も、ね、結構いいボクシングするんですよね、はい。まあ、運動神経運動能力いろんなものが発達しているんでしょう。小器用です。あ、小器用という言葉があるんですね。器用です。その他にも趣味にも、ね、カメラなんていうのもクロート話ですし、その辺もセンスを持ち合わせた、方なんでしょうね。ただ今ドネアがサウスポーサルになった瞬間にですね、ナルバイスがすぐ出てきたんですね。さすがですね。それはね、さすがですね。相手のそういう変わり目を逃しません。だからドネアはすぐまた右に変えましたよね。第3ラウンド終了して、ジョーさんこのラウンドはどうですか。やはり、ドネアの10対9ですね。ドネア10対9です。ドネアのラウンドが続いています。こうやって必ず返すんですね、はい、調子づかせないですよね。よく避けましたね。でもね、だけどあれはねドネアの得意技なんですよ。おかしいな。だからフェルナンド・モンテル倒したと同じじゃないですか。相手の右に対して左フックをこうして持っていたんですけど、まあナルバイスはそのドネアのジャブに対して右フック合わせてきましたね、はい。第4ラウンドです。プロ12戦目で世界タイトルを取ったオマール・ナルバイス、現在36歳になっています。長いキャリアです。3階級目を目指しています。ノニト・ドネアはその3階級制覇チャンピオン。まだまだこの体からは複数上もいけそうな体、十分その可能性を秘めています。まあ、ナルバイス、ブライマスロームなんか戦いましたけど本当にワンサイドだったですもんね、ブライマスローム、懐かしい名前ですね。もう懐かしいという感じになってしまいましたが、第4ラウンドです。アルゼンチンの選手っていうのはね、そのビクトル・ガリンデスやカルロス・モンソンみたいなその攻撃的な選手も名選手いますし、
かニコル・ノローチェとか、はい、このナルバエスとかですね、グスタフ・バジャスとか、そういうディフェンスでその武器とする名選手もいますよね。幅が広いですよ。こっちは攻撃的っていう感じですかね。攻撃的ですね。おお、これもエルボーブロックか。田中さん、やっぱりナルバエスの瞬間的な動きがすごいですね。ナルバエスは大変ですよ。ドネアもいいパンチ払ったと思った瞬間スッとかわしますもんね。だからいいパンチを本当打ってるんですね。あのドネアも打って、これからもっと打とうとするところは返されるから止まるんですね。難しい相手を目の前にしています、ノニト・ドネア。まあドネアも連打して押していきたいわけですけど、連打しようとした矢先には返されるから、そこで一回ストップするとやりにくさ感じているでしょう。ベテランのうまさなんでしょうね、そのあたりは。うまいですよ、この選手は。このナルバイスはキャリア積みながらそのうまさをさらに磨きをかけたという部分もあるんでしょう。この辺もブロックブロック今入りました。もっと攻めればいいんですけどね、ブロックされましたよね、やっぱりね。今ブロックされてます。まともには入ってないんですね。ただいい攻撃ではありますよ、このドネアの攻撃は。ああそうですか、はい。そこからもっと行った場合に食うんじゃないかということがあるからいけないんでしょうな。おお、当たりました。真ん中左突き上げて右側にショートする、いいですね。ディフェンスが開くか、追いかけます。あと30秒リクル、パカッとうまく返してるんですね、ナルバエスの。今の左ももらえません。凄まじい左が張っていいですよ。今のフェイクでしょうか。ああ、ボディブロー躊躇したのか。いやー、さすがドネアです。ただそれをしのんだナルバエスも、ナルバエスこうやって攻められても焦らず慌てずなんですね。表情はそんな感じでしたもんね。汚なお兄さんという感じで、うまくナルバエスがどうにかさばきました。さあ第4ラウンド、いいシーンがありましたが、浜さんどうしましょう。ドネア10対9です。ドネアの10対9ですね。いいコンビネーションありましたね。あれだけ硬いディフェンスの、そのナルバエスですね、そのコンビネーションで打ち抜きましたもんね。ちょっとじゃあ皆さんで、これディフェンス今一つな選手だったら、これですね、これは良かったですね。それでその後もうちょっと先まで見たかったんですが、さあ第5ラウンドです。左アッパー持っていって右ストレートを打って、それちょっと間を置いて、それで右フック、右をダブルにしたんですね、はい。浜さん、何かこうドネアはきっかけみたいなのを作りましたっけね。あ、そうですね、掴んだんですかね。今の攻撃を頻繁にできるかどうかですよね。もう一回できる。今の攻撃を続けっぱなしだと打たれる可能性もあるから、まあ難しいところでしょうからね。今のをやって離れて、やって離れてて、それができるかどうかですね。いや、ドネアも本当に力一歩打ってますよ、はい。まあ、パンチがあるからこうやって力一杯にガリノイドも打てるんですね。あんまりジャブという感じでは放たなくなりましたが、ナルバエスが少しずつ出てきますか。わざと打たそうということなんですね。やっぱりスタミナ消耗させようということもあるでしょうな。ナルバエスは戦い方に味があり、あります。お、今ブロックして、ビリヒーでブロックしたんですね。ドネアがね、パンチ切れるので、やっぱり体の力の抜き方とか、脱力といいますかね、力まないからですよ、ね。動作の中、戦いの中で体の力抜いてるんですよ、はい。打つ瞬間にカチッとその集中するんですよね。こうやってですね、近づいていって打たそうとしてるね。打たしてスタミナ使わせて後半打ち始めようということでしょうね。おう、腰を沈め、腰を振り、いろいろ仕掛けてからそのパンチを放つんですけども、なかなか。あ
予想していたでしょうけど予想以上に硬いんでしょうね。ドネアの攻撃がいかにすごいかっていうのは分かっているだけにナルベスのうまいなっていう感じになりますね。それを見せてます。やりにくいでしょうね。相手は小さいでしょうかサウスポーでしょう。でディフェンス特にブロッキングが硬い非常にやりにくい要素をその持ってますよね。ナルバイスは、おお、うまくやってます。弱らせようとしてねドネアはねボディもその最初の3ラウンドは打ってましたけどね。先ほど掴んだチャンスちょっとこのラウンドはそれをさらに広げることができなかったようです。今ラウンドはですねナルバイスが前に来ましたからね。あそれで出なかったですね。やっぱりナルバイスは先ほどの不利なラウンドを受けて出てったわけでしょうね。そういう戦い方がしたんでしょうね。考えたことにしますね。じゃあ浜さんポイント、ドネア10対9です。ドネアの10対9ですね、はい。この黒いところが真ん中の中央があのマジソンスクエアガーデンのドームです。まあドームというのか丸い階あの建物です。これから第6ラウンドが始まります。 WBC、WBO 世界バンタム級のタイトルマッチ。プロフィールでもご紹介しました。このタイトルはモンティエルを2ラウンド TKO に下して手に入れたものです。ドネア、フィリピンのフラッシュか、あるいはハリケーン、ウラカンか。まあ、ドネアがナルバスクスの左ラッパーのボディブローを、まあ、左フックと言ってもいいんですけどね。打てればいいんですけど、打ちにくいんですかね。左フックの顔面、グローブの上をどんどん打ってますけどね。このもう確かなディフェンス力があるから、浜田さん、あのナルバエスは後半勝負だと先ほどおっしゃったわけですね。今のやり方でもですね、どんどんドネアに打たしておいて力使わせておこうということですよね。あずっとやり続けて伏線ですね。もう自分が勝利するためのじわじわじわと打たせています。確かにそれも一つの、ね、作戦ですよね。相手先行させてそのスタミナ消耗させて自分は中盤から終盤出てくる。ただね、ドネアの場合はね、自分コントロールできるんですよね。そうその後半に失速するとかそういうタイプじゃないですか。確かにそうですね。そのドネアを失速させることができるカンナルバエス。じわじわと各ラウンドいろんなものをこのドネアに与えておきます。伏線を敷いておきます。種をまいておきます。餌を与えておきます。ただね、その自分が打ってないでしょう、はい、ナルバイスの場合はね。とっとっと攻め込んでいく。打ってないですね。そういうふうにね、ダメージを与えてないんですよ。今の選手はね、12回戦でね、もう本当にあの中距離、短距離の練習もしてる、はい、でマラソン的なそのスタミナの練習もしてますからね。打ち疲れて失速っていうのは、ね、あまりないんですよね。だからやっぱりその打つことによる疲労と、はい、それから相手に打たれることによるダメージですね。これは疲労とはまた別なんですけれど、はい、それでスピードが落ちてくるんです。おカウンター取ろうとしました。ドネアうまくは決まらなかったようです。ナルバイスが出てきました。そろそろ真ん中ですからナルバイスも攻めに行かなきゃいかんでしょうね。ポイントずっと上げっぱなしですよ ね。この戦い方だと自分はポイント取れません。まあカウンターが当たれば別ですけど、お客さんもちょっとじれてきたようです。おうおう、このレフリーはね、その親切なのか、その2分50秒でそのあと10秒っていうシグナルになるじゃないですか、はい、そこで選手にカンパーナっていうんですね。カンパーナっていうのはゴングなんですよ。それを
意思表示表示するんですね。普通レフリーそこまでしないですけどね。あと10秒でゴングなるぞっていうのを、ね、言うんですよね。ポイントは10対9ドネア、はい、ドネア10対9です。ドネアのフルマークがここまで続いています。マイソンスケアガーデンワムシアターで行われています。さあこれから後半です。7ラウンド目。まあ今までのナルバエスのボクシングも危険を犯さないんですよね。だからドネアに対して攻めるタイミング、まあ、危険だと思ったらそんなに攻めないわけですから、このタイミングをやっぱり今真ん中ですから心当たりでやらんといかんですよ ね。このまま行っちゃったらあの地味な選手で終わっちゃいますからね。まあそのタイトルはずっと保持して素晴らしいチャンピオンではあるんですが、その動きとしてはやっぱり、どちらかというとやっぱり地味と言わざるを得ません。そのイブシギンの、まあ、見せ所うまさで隙を開けないので、そのナルバエスもなかなか自分がポイントを上げることができないでいます。ドネア攻撃、おう、やり出してきました。心当たりからやっぱり攻撃に行かなければっていうのはありますね。ナルバエス、うん、あるけどどこまで行けるかですよね。このラウンドはドネアがよく手を出します。ここでね、レフリーはね、ナルバエスにちょっとインストラクションというか指示ですね、警告を与えるのも一つの手でね、はい、ファイトをかけるということですよ、はい。これだけ守られるとね、パンチ当たりませんよ、ね。あ、なんか言ってます。ドネアに言ったんですか。うん、抑えるなっていうことじゃないですか、今の。おお、攻撃でガードを開くの待ってたんですが、当たりませんでした。今ドネアがですね、大きくバランス崩したのは、ちょこんと当てられたんですよ、今。あ、そうなんですか。はい、あ、それは見えませんでした。手数からしたら何かこう練習でミット打ちをしているような感じになってきました、うん、そんな感じです ね。だから軽打ちって言いますかね、ポン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 、スピードだけで打っている感じです ね。というのはね、相手ガード硬い、そこで力込めてその拳握り込んでフォローする気かしても当たらないんですよね。だから強弱の弱でその打ってる感じですね、はい。まあ、当然ミットを持っているのがナルバエスという役割になりますが、これではナルバエス自分がポイントを全く上げることができないと思いますが、高間さんどうですか、このラウンド。ドネア10対9です。ドネア10対9ですね。ですよね。ただね、はい、ボクシングはね、お客さんからこうしてそのですか、チケット代を取ってですね、ミット打ち見せるわけじゃないんですよ。だからやはりね、相手も打たさないといけないです。ああ、やっぱりナルバエスもたまにこういう感じです。第8ラウンドです。フィリピン出身、今現在はアメリカに本拠、ノニト・ドネア、そしてアルゼンチンのオマール・ナルバエス。ナルバエスはこういう形で、どうぞドネア先行してください、先に行ってください、でもいつかチャンスを見つけて自分が勝ちをもらいますというような展開が続いておりますが、果たしてそう先行逃げ切りというレースはよくあるもんで、そうなるかもしれません。ドネアにパンチ力、力があるからですね、やっぱり
今の力の状態だとこっちに行ったら危ないっていうのはあるわけですよね。だからもう少し弱らせてから、力をなくさせてからということではあるんですね。でも弱らすというその弱らすということを やってないようにちょっと受け取れるんですが、なんかやってますかね。時折パンチは出しているようですね。まあ、弱らすというよりもですね、攻撃を止めるということではうまくやってるんですね。やってるんですか。はい、確かにそうですね。立ち続けています。これだけの攻撃を受けてこれから攻撃をもっと、なんかね、もっと強くやろうとするところで必ず返すんですね。守りっぱなしだけだったらドネアも打てるでしょうけど、さあここからもっと強く打とうと思った時にポンと返されるから出鼻くじかれるところあるんですね。いや、そういうのは聞かないとわからないですね。見てるお客さんも、まあ、本当にこのドネアのこのパンチを倒すところを見たいと思うんですが、レッスンを見てるようなところがあります。まあ、ドネアを倒すところ、まあお客さんもそうでしょうけど、このナルバエスを崩すの大変ですよ。ここまで長いキャリア、その中で無敗です。負けは知りません、ナルバエス。いろんなことはドネアやってはいるんですよね。そうですね、まあ、今8回ですけど、もう少しボディ打てないかなと思いますけどね。ボディが、うん、最初ちょっと出してみましたけども、これだけナルバエフのガードが高いとですね、はい、ボディ打ってこのガードを少し、一発入れば、肘あたりですか、打とうとは思ってるんですね。右打ち下ろしました。まあね、この状況でね、ナルバエスをその攻め落とすか、まあいろいろ方法ありますよね。っていうのはね、相手もうちょっと出てこさせるっていうのも一つですね。うん、誘いのスキル、はい、だからね、もうちょっと左側へ回って、前後の動きしかドネア使ってないですよね。もっと左を行って、それで左フック、左アッパー、左アッパーからそのサイドへ回って左打ってから、そういうパンチを持っていくっていうのも一つの手ですね。はい、ボディをもっと攻めると、あのポイントはドネア10対9、はい、ドネア10対9です。はい、低いということですか。かつてね、私が少年ボクシングファンだった時にね、テレビ見てたんです。海老原博之さんとね、メキシコのチャンガ・マガランスっていう選手で、だからもう海老原さんのパンチをしかも警戒してます。こんな試合です。もうマガランスはもう守って守って、その時解説者が言いましたよね、なんと相手がその倒されまいってして、その倒されないことだけを主眼に戦うと、海老原のような強打者でも倒しづらい。うん、なるほどな、本当にそれはありますよね。打ってくるからガードが空いて、そこへパンチ打ち込めてるんですよね。打って打たれてするからノックアウトが生まれるんでね。そうした時にレフリーの責務っていうか責任がありますよね。はい、ドネアは戦ってるのに、そのナルバエス、お前もっと戦えって言って、警告を発しないといけないんですよ。ファイトかけないといけないんですよ。はい、それはシェーン・モズレーとね、マニ・パッキャオ戦にも言えることなんです。モズレーにもっと注意すべきなんですよ。もっと手出せって、第9ラウンド、ドネアがこのラウンドはちょっとフリッカー気味のジャブを使ったり、また少し動きを工夫しているようです。おう、これ距離詰まってきましたけども、ドネアが呼んでるんでしょうか、ナルバエスが詰めていったんでしょうか。ナルバエスが詰めていってるんですか。まあ左で抑えるなっていうことでしょうね。おお、まあ、今ボディ打ちましたけど、まあ、一発だけじゃなくてしつこく打ってるとガード下げきれる可能性ありますからね。それを狙うにしてはボディ攻撃がちょっと足りないですよね。3発的に打ってるんですけどね。
おーっとこれはダメでした。この左をですね、はい、打ちにくいかなと思いますね。あれ得意とするパンチなんで、もう少し出ればいいんですけど ね、やっぱりあれが打つのがやっぱり難しいんですかね、このナルバエス相手には。ボディ打ちに行くと右フック返されるということがあるんですかな。パンチで押し返します。おう、こうやって地味ではありますけど必ず返すんですね、ナルバエスは。BP のフラッシュ的な動きを見せます。まさに先行です。スピードを生かします。キレが生かします。なかなかナルバエスもちょっとガードを固めただけで出ていが効きませんでした。浜さん、このラウンドもドネアでしょうか。ドネア絶対強いですね。フルマークがついてます。じゃあジョーさんもそうですね。ドネアですね。でね、昔話の続きなんですけどね、アルゼンチンのフライ級って言ったらオラシオ・アカバロっていうのがいるんですよ、はい、このアカバロはその海老原さんと2度戦って勝ってるんですけどね、はあはあ、結局ナルバエスのようにねディフェンスが良かったんです。いや、その例えばサッカーだったら1対0で勝っても5対0で勝っても勝ちは勝ちでしょ、はい、別に5対0で勝たなくてもいいわけですよね。守りがしっかりしてる、だからね、赤バロのボクシングっていうのは海老原さんの強打をその殺して殺して、それで最後打たれたら打ち返す、ブロックして打ち返す、そういうボクシングで海老原さんやったんですよね。ただね、2戦目はね、そしてテープ見てたら海老原さんの勝ちにも見えたんですけどね。そうですか。2対1だったと思うんですけどね、はい、この試合はここまでははっきりしております。間違いなくドネアがリードしています。第10ラウンド、あと、まあ、ただお客さんからすると、はい、ドネアノックアウトするであろうというふうにスタートで見てますからね、そこですよね、ドネアのきついところは。1ラウンドの歓声と比べたらかなりお客さんトーンダウンしてますからね。でも倒して当たり前というふうに思われる選手の辛いところですね、でもまだ3ラウンドあるわけですから。だからこれだけ下位みたいにがっつり構えられるとですね、ナルバエスじゃなかったらブロックも破られているでしょうけど、ナルバエスの場合はブロックだけじゃなくて返しますからね、ナルバエス。このままいけば負けになるでしょうけど、負けになっても自分のスタイルは崩さないつもりですかな。なかなか合わせた、絶対に崩さずにいくんですね、はいはい、まあ、崩さずにいく場合に今までの試合というのは ある意味、負けてはなかったんですね、はい、でこの状態は取られてますよね。そう、あ、そうですね、確かにね、うん、このままだったらもう間違いなく負けになっていくでしょう。おー、ただそのまだその時間はあるわけで、一発ナルバエスのパンチが当たればその今までのリードは何だったんだというぐらいボクシングが、それにかけているんですから、なりますからね、うん、100発対一発だって、一発で倒したら一発の勝ちですからね。そうですね、だからね、はい、これ押してもダメなら引いてみなっていう方法もあるわけですよ。だから、ね、これポン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 手出してますよね、逆に例えばアルギリョなんかだったら、ね、誘いの隙見せるわけですよ。ジャブジャブジャブ出しておいてね、時々スローなジャブ出して相手入ってこさせる、そこでカチンとそのアッパー打つとかね、はいはい、そういう方法も試してみる価値あるわけですね。ただドネアはそれは嫌なんでしょう、多分ね、入ってこられる、至近距離入ってこられる、来た時のナルバエスっていうのはやはり怖いものがあるんじゃないですかね、この距離で戦ってるから自分は打たれないという自信もあるんでしょう、はい、さあ、このラウンドもダウンシーンがありませんでした。第10ラウンド終了です。浜さん、お願いします。ドネア10対9です。ドネアの10対9ですね、はい、ミシェルライト、ウィテコもネントロバンド、OK? Breathe.
There you go. Breathe again. Good. Okay. まあロバート・ガルシアとこのドネアのコンビのあれではね、やはりそういうというかトリックみたいなそういう作戦は取らないんですよね。相手引き出しといて打つとかね。はい、まあ十分リードもしてるわけですね。WBC、WBO 世界バンタム級のタイトルマッチです。相手はサウスポーでもこうしてジャブをよく使ってですね、相手を牽制して、悪いボクシングじゃないですよ。はい、あと2ラウンド。ドネアは大変です。これだけ、ブーイングも始まりました。あれ、かわいそうなところありますよね。ブーイングの合唱になってきました。これはでも、まあ、ドネアが俺のせいじゃないとは当然思ってますでしょうけど、ナルバエスが、ナルバエスはブーイング耳に入らないかもしれません。そういう戦い方です。本当に崩さないんですね。もう固くなに、もうひたむきに一度のチャンス、一発を当てるチャンスを伺ってるのかもしれません。まあそうでしょう ね、今ここまで来てこのスタイル崩さないわけですからね。一発とは言わないですけど、その大きな大きなチャンスですね。チャンスを狙っているでしょう ね。それが、それがダメだったら負けを覚悟の上でやってるでしょうね。まああとドネアに対してはそれしかないということかもしれないですよね。確かにそうかもしれませんね。本当にこういう方法もあるんですね。はいはい、その左リードでね、もっとねコーナーロープを追い込んでいくんですね。もう軽打ちの軽い強弱の弱で、それでコーナーロープへ詰めてから、その外側内側、外側内側、上下でねじ伏せてしまうっていう手もありますね。なるほどなるほど。スタミナ言いますけどね、一生懸命打ってますね。まだまだ気量あります。これはもう間違いなくこのままドネア12ラウンドまでこういう感じで行くでしょう。ドネアはダウンを取りたいんですね。ね、まあ、そうですよね。おーおー、ここまで本当に浅い回で、あるいはまあ中盤の回で、KO、TKO で勝ってきた選手であります。周りがそれを期待しているのも十分知ってるし、自分もそうやりたいと、戦ってきた選手です。ナルバレスはやっぱりワンチャンス勝負ですね。そうですね。そのチャンス出て、分かんないですよ。あと3分ちょっとですからね。ドネアの攻撃、これだけね完封するっていうのは、それはそれで大したもんですよ。11ラウンド目終了です。やはりドネアのラウンドですね。ドネア実体機です。完封してもそのディフェンスだけじゃやっぱりポイントは取れないと。僕はこれだけ構成取ってますからね。かつてねウィリーペッティっていう世界フェザー級チャンピオン、こういう逸話があるんです。相手を打たしてね、そのスイ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 見事に避けていったんですよね。はい、自分一発もパンチ出してないんですよ、はい、そのラウンドね、ほとんど、ところがそのやんまりの避け方のうまさで、そのラウンドのポイントがリングジェネラルシップポイント、ウィリペッドについた。ディフェンスで取ったんですかポイント。そういう逸話なんですよ ね。ただ現代では手出さないでポイントを取るということはないんですよ。はい、さあラストラウンドです。どうでしょう、ドネア倒して防衛なるか。もう一つはナルバエスどうするかですよね。奇跡の一発、なんとか隙を見つけて打ち込むことができるか。まあナルバエス、まあナルバエス一発パンチャーじゃないだけに、そこを取ったかりに、ああ左、ナルバエスはチャンスを広げて相手を打ち倒す、あるいはストップするという展開しかもうありません。ポイントはまず失敗しません。11回までのを見るとですね、自分のボクシングはもちろん知ってる、自分のボク
シング、要するに能力以上はしなくていいという言葉ですかな。何のために3階級目挑戦に来たんでしょうか。でもまあその一発のチャンスにかけてきてるんでしょうけども、うん、だから それがダメだったらしょうがないということなんでしょうかな。あるいはですね、ドネアがドネアのことをもうちょっと低く評価してたっていうこともあるかもしれませんし、うん、まあやってみると崩れなかったと、ドネアの突きがパンチがやっぱり あってそのパンチが衰えなかったっていうのは解説いいでしょうね。ありますよね、絶対ね。もう守りに徹しざるを得なかった。まだ分かんないんですけども、1分半あります。このね、フットワークのリズム、すごい。これがね、揺さぶってね、サイドから攻めるっていうのも一つの攻撃パターンですね。反復横跳びから今もう振り上げるようなアッパーでしょうね。パンチを持っていきました。もう一回、左右にジグザグで動きます。惜しかったね。あったーっと両腕を広げたかーっと、今ちょっとあだとなったのかもしれませんけども、ちょっと追い込まれました。まあこれはもう本当にドネアの方から仕掛けて、なんとかしようという運気を見せています。まあドネアが一生懸命試合を作ってはいるわけですけど、ナルバエスがどうしようにも乗ってこなかったですね。なんとかアマとイワトの前で踊ってですね、この入口玄関からナルバエスが出てくるの待ってるんですが、ついにこの戸を開けることはないのか。ナルバエス、まあ、ドネアがね、その至近距離、中間距離で戦いたくないのはね、やはりあのディフェンスをね、ブロッキングでやってないでしょ。目で避けてるからね。そういうの今もそうですもんね。ブロックじゃないですよね。ああ左もらった。だからああいう距離で打ち合うというパンチもらう危険性はそれ知ってるんですよ。なんか自分最後自分のパンチをもらったような格好になりました。まあブロックで当たりました。ただね、あれだけ力込めて打ってるんだと、勝つための努力してるんだっていうアピールにはなりますよね。最後の一振りはね、確かにそうです。これフルマークじゃないですか。ジョーさんどうですか。フルマークですね。私もフルマークですね、はい、フルマークというのは全部その選手が取ったということで、120対108を意味します。まあ、数字の上でいくと、その上で段があったりするともっと点差が広がってきますが、まあナルバエスの勝ちは 100% ないと言ってもいいところです。100% は言い過ぎでしょうかね。まあでも、まあ、これで勝ちになったらまた大変だと思いますけど ね、まあ、ね、これ4ラウンドですね。ここら辺が最大の今思うと、そのナルバエスがバランス崩したところかもしれません。早いラウンドにあのパンチが当たったんで警戒したんですよね、ナルバエスが。余計ディフェンシブになりましたよね。まあでもそのドネアのサイドからするとこういう試合もいい経験薬になったかもしれません。三者とも120対108。あ、やっぱりフルマーク完璧です。こういうのをね、野球でシャットアウトって言うでしょ。ますね、あの完封、ええ、シャットアウトディシジョンっていう。完封の判定。はい、そのシャットアウトディシジョン3対0、ジョーさんと浜田さんが入れて5対0。負け、ナルバエス。勝ちはノニト・ドネアでありました。やっぱり爆発的な喜びは見せることができませんでしたが、ノニト・ドネア圧勝というのはもう間違いないところでありました。You did win, and you did win in lopsided fashion. You won every round in the end. But did you feel at all rusty? It's been several months, of course, since you were in the ring. No, not at all. I mean, I felt good. My power was there. I was kind of impatient. You know, one thing was my leg was cramping up because I had to cut down a lot of weight yesterday. You know, I went all the way down to 116. I thought I was going to be at 118. Right. So I did myself. I overdone myself, and I couldn't recover my legs tonight. Do you think that still will be a case of where this will be your last fight at 118? That would be the case. I think that it'll be too difficult for me to do it. So 122 will be the case. And we want somebody who can fight, and we want somebody who's willing to go out there, and we want somebody that will risk their belts or their chin.
Well, do you have any names in mind? Well, we have Nishioka, but I think Arce would be the most case to go out there and fight with me. Well, it certainly wouldn't get a style like you saw tonight. It wouldn't be. It wouldn't. Definitely not. I think it would be a war, but I expected a war. I was right with what I said. You know, I'm ready for 24 rounds regardless what it is. You know, we did everything we can. All right, well, congratulations. Another victory for you nonetheless, and you continue to march on, Nonito. Thank you so much. All right, that's Nonito Donaire. ノニト・ドネア、バンタム級防衛に成功いたしました。これが初防衛ですか？今のインタビューを聞きますと、これが初防衛にして最後の防衛になりそうであります。ご覧いただきましたように、ノニト・ドネアがオマール・ナルバエスに12回判定勝ち、 WBC、WBO 世界バンタム級タイトルの初防衛に成功しました。はい、インタビューで言ってましたね、もう、バンタムね、卒業だと。卒業、ジョーさん、スーパーバンタムに一つ上、転級といいますか、そうですね、ですね、うん、だからもう、あのバンタム級を落とすのは非常にもうきついと、はい、ディフィカルトだって言ってましたよね。そこでこうなります。だからバンタム級はですね、 WBA のスーパーがそのチャンピオンがモレーノ、 WBA の前チャンピオンが亀田、そして今日登場した WBA の暫定、これ長身のルイスで、 WBC その決定戦で勝った山中選手、はい、で IBF がですね、アブネル・マエス、うん、そしてそのまああのドネアが返上した WBO のタイトルですね、これアルセとインドネシアのアンキー・アンコタが、はい、その決定戦でその争うわけです、はい、そして、ノニトの転校先、まあ、転級先ですけども、スーパーバンタムは、新しくというかこういう顔ぶれになるわけですね。 WBA がラモス、そして WBA の暫定がその元オリンピックの金メダリストリゴンドですね、はい、で WBC がその西岡選手、はい、で IBF がヌードロフで、ドネアとウィルハード・バスケスジュニアがこのクイーンの WBO タイトル2月にそのもう決まってまして、やるんですか。そしてこれドネアが勝つと、はい、その後西岡選手へ その挑戦を目論んでるわけです。いやー、あの浜さん、はい、興味深いカードがどんどん出てきますね、これ、うん、まあそうですね、まあ、ドネアからすると2月の WBO タイトルは取って当たり前だというふうに思ってるんでしょうね。でしょうね。で、この西岡選手の可能性は実際どうなんですかね。あの可能性は十分あります。ありますか。今その交渉中ですね。ですからドネアは今日ナルバエスとやったようにこのサウスポアイとやってるわけですから、はい、西岡戦を頭に入れてやったということもあるでしょうね。これは面白い展開になってきましたね。そしてこちらちょっとご覧ください。ドネア選手が実際にリングサイドで撮った写真なんですよね。先日西岡マルケス戦撮ってました、撮ってました、はい、まあ、さっき趣味と言ってましたけども、やっぱりそれだけ興味もある。あの非常にやっぱりうまいカメラ写真撮るらしいんですよね。クロート裸足でこういうセンスも持ち合わせているという、まあ本当多彩な人物なんでしょうね、ドネアというのは。はい、まあ本当に、この通りね、うまい具合にみんなが望むような展開を ね、期待したいと思います、はい、さあそれでは今日の感想の時間、おお短い、一言です浜さん。まあ4試合、今日あって最後のドネアだけが乗っかできなかった、珍しいですね。あ、確かにそうですね、ここだけあってドネアだけはダメ、蚊帳の外でありました。さあジョーさん、今日はショートバージョンで一つそうですね、まあ、ドネアっていうのが非常にね、素質のある選手だっていうのはね、その素質の輝きっていうのは見られたと思うんですよ。ただね、今日の相手は難敵だったですよ。もう非常に戦いにくい。まあそのナルバエスはですね、ドネアにとってですね、勉強にナルバエス。はい、ご協力感謝します。はい。では次回は生中継です。4日日曜日午後0時から放送となります。また次回お会いしましょう。さよなら。